はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。今日は夏なんでかなり身軽ですけど、最近ですね、ちょっと本が出版されました。で、実はこれ僕はですね、量子コンピューターの本は4冊目です。はい。で、今喋ってますけど、一番最初はですね、インプレスさんから出た、まあ、一番優しい量子コンピューターですね。一番優しい。一番優しい量子コンピューターの教本っていうのがあって、まあ、これ結構出たんじゃないですかね。はい。で、まあ、評価もこれ128個は入って3.8なんで、まあ悪くないですね。まあ、ちょっと一個だけ文句言いたいんですけど、これ最初出した時、何に多分読んでないのに、表示一つの評価をつけまくってくる人たちがいて、まあ、当時、量子コンピュータ業界、ちょっと、まあ、今も結構陰湿なんですけど、まあ、昔から陰湿なんで、結構評価読んでないのに、一つけてきて、発売日の翌日とか、当日に。で、当時は量子コンピュータ関連の本って多分一冊もなかったんで、当時は、発売した時は2010何年ですかね、これ。ちょっと待ってください。2019年ですね。なんで4年前なんで、4年前にしたら多分相当まとまった本だったと思うんで、まあいいと思うんですけど、まあちょっとこれが発売されました。最初ですね。で、その後は、みんなの量子コンピューターっていう、数学ですね。ちょっと大学1、2年生ぐらいの数学を使って簡単な量子の仕組みを、まあ、説明するような本が2冊目。翻訳ですね。で、3冊目は、IBM クォンタムで学ぶ量子コンピューターっていう、まあ、IBM のキスキットを使った、まあ、量子コンピューターの、まあ、エンジニア向けの実践書ですね。で、結構これは、まあ、これは翻訳では独自企画なんですけど、結構アルゴリズムが網羅されていて、まあ、結構前に出したものに割にはまだまだ使える教科書みたいな形の使いやすいですね。で、今回発売させていただいたのが、先読みですね。先読み。正確に言うと、先読み量子コンピューター。先読み IT ビジネス講座量子コンピューターっていうもので、1650円になってます。Kindle 版だと1485円ですね。で、ページはですね、結構少なめで、2028、まあ8月7日ですね、出たばかり、176ページで、まあ、正直めちゃくちゃ読みやすいです。で、この先読みシリーズで結構人気あるみたいで、先読みチャット GPT とか多分本屋行くとめちゃくちゃ話題沸騰になっていて、めちゃくちゃ売れてます。はい。なので、この先読み量子コンピューターと先読みチャット GPT かなんかを、まあ、まとめて買う人もいるんじゃないかなと思いますね。はい。で、まあ、他の IBM クォンタムとか含めて結構3000円ぐらいの本が多かったんですけど、今回1650円なんで、まあ、結構安いかなと思うので、まあ、結構読みやすいですし、まあ、現時点ちょっとあれかわかんないですけど、結構今4.5。今回さすがにいきなり1つけてくれる人いないんで あれは勘弁してほしいですけど まあまあまあ、別にいいですけど、人気の証拠といえば証拠なんで、はい。で、これで今、評価はもう4.5。まあ、5と4が多いんで、結構、まあ、自信があるかっていうとちょっとよくわかんないですけど、まあ、説明としては、一番最初に読む量子コンピューターの方としては、めちゃくちゃ分かりやすいんじゃないかなと思いますね。逆にやってる人からしたら分かりやす、読みす、読みやすすぎるぐらい。で、逆にちょっとやっぱ評価で全く分かんなかったって人も結構いたんで まあそこら辺もしょうがないかなと思うんですけど、まあ結構難しいと感じる人もまあまあ中にはいるとは思いますね。でもそれって、まあちょっと、その量子コンピューターが難しいかどうかって言われると、そんなに難しくはないと僕は思うんですけど、やっぱどうしても難しいと思って読むと分かんないっていうのがあって、こんな簡単なはずがないとかっていうのもあるかもしれないですね。だから量子コンピューターってなんかその偉い先生とか難しい難しいって言うから、みんな難しいっていうか、難しいと思って読むとなんか分かんない。でもそんな簡単でそんな大したことないって読むと、本当は大したことないと思うんですよね。なので、まあ、ちょっと先入観に結構まだまだ左右されるような分野なんだなと思いますんで、
まあ、ぜひですね、これもインプレスさん、一番最初の一番優しい量子コンピューターの本と、まあ、同じ出版社さんが出してくれて、まあ多分初版結構すってるはずなんですけど、まあ、さっき見た感じだと結構 Amazon の売れ筋ランキング、全体のランキングも結構高いんで、まあ、値段も相まって結構売れるんじゃないかなと思いますんで、まあぜひですね、まあ、興味ある人は見てみてください。はい。じゃあ今回ちょっと本の宣伝になっちゃいましたけど、以上です。